プラットフォームとは、鉄道駅において、旅客の列車への乗降、または、貨物の積み下ろしを行うために線路に接して、設けられた台である。プラットフォーム、乗降場とも称する。日本語ではフォロー。略して、ホームと呼ばれることが多いが、これは和製英語となる。英語の発音は、プラットフォームであり、フォームと略すことはない。ここでは、 プラットホームと線路の数を表現するのに、面線という表現を用いる。面は、プラットホームの数、線はそれに接する線路の数である。例えば単式ホームは一面一線、島式ホームが一つで線路が二つならば一面二線、相対式ホームが二つで線路が一つならば二面一線と、する。低い旅客ホーム高さは、旅客ホームの場合は、 上降に最も便利かつ安全な高さが必要なので、日本国有鉄道の場合は、1958年時点で以下のように種類別に規定が存在した。上降上の高さが地面に近い場合は、路面電車やバスなどのように車両の踏み段を低くする場合が多いが、外国では上降客の少ないところでは、ホームの高さを低くして、 列車の着発のたびに移動できる踏み段を用意して乗降させている場所もあるが、日本では踏み段や床面が高いので列車の停車時間を減らし、乗客の安全のため車両の床面や階段と乗降場の床の高さの差を小さくした乗降場が用いられている。貨物の場合は、2 0積み下ろし床面が、貨車床面とほぼ同じ高床ホームと、 地面と同じかそれ以下の低床ホームに分けられる。なお、貨車床面より低いがある程度の高さの床面がある自家呼気ホームというものもあり、こちらはトラックもしくはトレーラーでホームに乗り入れ、貨車にこれらの貨物自動車を自家付けして二役を行うもので、トラックなどの二台床面と貨車の床面が同一になるようにホーム高さが設けられている。 古い時代の貨物ホームは、高床ホームが基本で、基上上面から 960mm の高さがあり、荒に、三になど、用の地面から直接二役する場合はホームではなく、地平積み下ろし場と呼ばれてたが、後に、これに、貨物上屋がついているものが出るようになり、こうしたものは、貨物ホームの扱いを受けて、低床ホームと呼ばれるようになっている。こうした、ホーム高さは、 日本の官営鉄道開業時点では規定はなく、イギリス人技師の判断でホーム高さを決めていたが、私鉄との直通が行われるようになると構造物の大きさや車両の大きさに規定が必要になり、1900年の鉄道建設規定でドイツの規定を参考にホームの高さを幅を定め、この数値は原文はフィートインチ系だが、 現在のメートル法に換算すると高さがレール面から457から610ミ、mm、リメートルだった。これ以後の法規では1919 19年の地方鉄道建設規定では高さ規定が明記されておらず1921年の国有鉄道建設規定では客車用が760ミ、mm、リメートル、電車用が960ミ、mm、リメートルとなり1927年の 改正では、客車用は据え置かれたが、電車用は 1100mm となり、電車、客車両用は 920mm とされ、国有鉄道建設規定は戦後、日本国有鉄道建設規定と名前が変わり、1966年には電車化の進行で、プラットフォームの高さ規定は 1100mm と 960mm となった。なお、 私鉄は1919 19年以前のものを除き、ホーム高さの基準がない。地方鉄道建設規定が適用されていたが、1956年の改正でホーム高さそのものの規則ではないが、車両、建築限界の適用でホーム高さが 914mm 未満の場合は、軌道中心からプラットフォームまでの距離がそれ以上より 50mm 小さくされた。 その後1987年の普通鉄道構造規則により JR、私鉄とともに高さ規定自体はなくなったものの安全かつ円滑な乗降を妨げない場合を除き旅客用乗降口をプラットフォームの高さ以上ということにされたが2003年の解釈基準の改正に伴いこの制限もなくなっている路面電車では基本的に安全地帯と呼ばれる 道路上にわずかにかさ上げ、または枠線で囲っただけの場所から乗降する場合や、低めのホームを用いる。鉄道開業の始まったイギリスでは、高床タイプを基準にしたため客車に、昇降用ステップがなく、逆に、ヨーロッパ大陸諸国やアメリカなどでは、低いプラットフォームを使用している。メトロノース鉄道ブレイクネック、リッジ駅、シティレールジグザグ駅の短い、 プラットホームプラットホームの長さは一般に停車列車より長い。日本では法令により停車する列車より長いことが必要で不足する場合には一部車両におけるドアの締め切りや列車の解決が行われる。日本国外では列車の停止位置が不定であるため列車の長さに比してホームが異様に長いケースも見られる。なお、ホームに列車を停車させた際、 旅客の乗降ができるだけの長さを有効長と呼ぶ。列車長に比べ長さの短いプラットホームを設けた旅客駅では列車を停車させる際に乗降させる車両のドア前にプラットホームが来るように速度を調整する。逆に列車長に比べてホームが非常に長い場合、利便性や保安装置の関係上階段や改札に近いところに停車することが多い。 貨物駅では、長編成の貨物列車であっても一両ごとに積み込み、積み出しを行うことがあるため、必ずしも、列車の長さに合ったプラットホームは、必要ない。世界で最も長いプラットホームは、インドウッタルプラデーシュ州のゴーラクプルジャンクション駅の、もので、1366メートルである。日本で最も長いプラットホームは、京都駅の0番。 30番乗り場の558メートルであるが一部が切り欠きとなっているため乗り場としては0番と30番乗り場の2つに分かれている。単式ホームプラットホームの片側のみが線路に接し乗降に用いられるもの。片面ホームと呼称されることもある。線路と反対側は柵や壁で仕切られ汽車、出口に接続する。 相対式ホーム、単式ホームを二つ向かい合わせにしたもの。対向式ホーム、または対面式ホームともいう。両ホームの行き来は、古戦橋や地下道や構内踏切、改札外で行う。千鳥式ホーム、千鳥式ホーム、相対式ホームのうち、二つの単式ホームをずらして設けたもの。二本の線路でプラットホームをずらしたもののほか 単線区間で一本の線路の両側にプラットホームをずらして設けたものもある。編成の短い路面電車では、交差点を挟んで上下別のホームを設けたものが多く見られる。交差点の入り口と出口では、車線数が異なる場合が多い上に、乗り場をずらすことにより、福音の増加量を減らすことができるためである。肘道閉塞方式を取る限り、 タブレットの交換が必要である。一定以上の長さを持つ対抗式プラットフォームで、異なるプラットフォームを、構内踏切で連結する場合、利便性の観点から、駅舎の前、全体の中央付近に、これを設ける場合が多い。すると、タブレット交換のためには有効長が許す限り、この、踏切を境に対抗する列車の前頭部が来るように、停止すると無駄が少ない。 長編成の列車が来ないのであれば、校内踏切から先は無用である。通常の鉄道路線、あるいは、軌道区間でも、単線の場合、プラットフォームが、千鳥状の配置になる場合はこの経緯を持つことが多い。また、路面電車において、交差点で3方面以上に分岐する場合や、デルタ状に分岐している場合などにはその構造上、千鳥式の配置となることが多い。 島式ホームプラットホームの両側が線路に接しているもの。駅舎や他のプラットホームとは、湖線橋、地下道、校内踏切などで連絡する。プラットホームそのものは、単式ホーム2面に比べて、設置費用や面積などの点で有利である。しかし、通過する列車の速度を向上させるためには、駅のかなり手前から上下線路の間隔を徐々に開けて、 カーブを緩和する必要があり、駅の前後区間も含めると、かえって多くの用地が必要となる場合もある。また、プラットホームの拡張や、売店、待合室、線路と直角方向の階段等の設置に制約があるほか、ホーム両側を列車が通過するため安全面で劣る。相互発着を行う場合は、この構造がほとんどである。 島式一面島式二面単式と島式の複合端式と島式の複合日本の国鉄や日本、統治時代の台湾の鉄道駅、国鉄の影響を強く受けた鉄道路線に多く見られる。なお、合理化のために国鉄型配線を廃止し、別の配線とした例も存在する。以下がその例である。特殊な配置6から1の例。 6から2の例、対面乗り換えの冷線路を2つのプラットホームで挟むことにより、混雑の激しい駅では、左右両側の扉を開けることにより、乗車専用ホームと降車専用ホームに分離する、目的、及び折り返し駅や、分岐駅で対面乗り換えできるようにするために、用いられる。また、対比設備を両方向で共有することでスペースを、削減する効果もある。 プラットフォームごとに条項を分離する方式は条項分離と呼ぶ。切り欠き機、ホーム端式、または島式のプラットフォームの一部を切り取った形状で、そこに行き止まりの線路を設けたもの。幹線から支線が分岐する駅や地下駅でプラットフォームの増設が困難な場合に用いられる。当初からの設計ではなく、実際に既存プラットフォームの一部を切り取る改変を、 へた場合、プラットフォームの数はそのままで線路を増やすことができるが、有効長が短くなり、乗り換えの際の移動距離が長くなる。改変工事によって切り欠きしない側のホーム番号は、従来の番号から変えないことが多い。串型ホーム複数のプラットフォームの端を、同一平面でつなげた形のもの。間の線路は、行き止まりとなり、 この部分を特に東端式ホームということが多い。このホームの場合、ホームと改札までの高さが同じであるか、あってもスロープ状になるので、必然的にバリアフリーになることが多い一方で、乗客が改札寄りの車両に集中しやすい傾向にある。日本では、上野駅、天王寺駅、高松駅、文字港駅、大手施設の大都市ターミナルなどでよく見られる。 欧米の主要ターミナルでは、パリのリヨン駅、ロンドンのキングスクロス駅、フランクフルト中央駅、ローマのテルミニ駅、マドリードのアトーチャ駅などこの形のものが多い。一つの駅にプラットホームが複数ある場合は、数字やアルファベットを付けて区別することが多い。プラットホームの故障は、番線、番乗り場、番ホーム、号線、プラットホームなど、 国や地域、鉄道会社や駅によって異なる。また、数字やアルファベットを用いず、方面ホームとする場合や、単式ホームのみの駅では、故障自体がない例も存在する。串型形ホームなどの校舎用ホームには、数字が振られている場合と振られていない場合が、両方ともある。JR 総武線西船橋駅でのホームドア稼働を、告げるチラシ。 転落防止策プラットフォームからの転落や走行中の列車との接触はしばしば重大な事故につながるためプラットフォームにはこれらを予防するための対策が施されているプラットフォーム端から一定の距離に列車との接触を防止するための目印として白色や黄色の線が引かれている日本では視覚障害者向けに展示ブロックを並べていることが多い プラットフォーム内側と線路を隔てるもの。プラットフォーム端のように列車が停車しない部分や、停車する部分であっても車両に扉などがなく、乗降や業務に、支障のない部分に柵を設置することで、転落、接触事故の防止が図られる。コストも安く、当日のホームドアで掲げられた、問題点も、少ないことから、特に乗降客の多い駅で設置される例がある。 プラットフォームと線路を隔てるホームドアにより転落、接触を防ぐ。ドアの形状が腰高程度までのものは正式名称が可動式ホーム柵でありホームゲートとも呼ばれる。ホームセンサーを設置したホームプラットフォームの柵と光センサーを利用したホームセンサーによって転落防止を図る。または赤外線を使用した 障害物検知装置が設置されている。これは、プラットホーム上の列車停車位置の先頭と末端、及び連結部のプラットホーム端部に、赤外線発射装置と受光機を設置し、列車の入線、発車時に、プラットホームより外側に出ているものを検知して、自動的に列車にブレーキをかけたり、発車ができないようにするものである。プラットホーム下に設けられた。 作業用通路兼用の対比スペース可動式、ホームギャップフィラー安全習得機の案内。ありがとうございます。